特上だよ。特上お寿司。もちろんお代は母さん持ち。母さん、今夜は帰ってこられるの？今夜は都合がつかなくて無理だって。でも明日はユキの顔見るために何が何でも帰ってくるって。そっか。さてと、それじゃいただきます。いただきます。ユキちゃん、お久しぶりっていいのかな？はい、お久しぶりです。以前姉妹がこのマンションに住んでいた時も、共有廊下で顔を合わせた際会釈し、無言で通り過ぎてくだけの関係でしかなかった。俺たちの関係、ゆきちゃんにはどこまで説明したの？お姉ちゃんの彼氏で、将来ゆきのお兄さんになる人だよって。ともかくよろしくね、ゆきちゃん。はい、こちらこそ。みそのゆき、童顔な真希をさらに幼くした感じの、やはり元モデルな母親似の美少女。年は真希。というわけで誠一さん、午後からユキのことよろしくね。ああ、それも、お姉ちゃん、どこか行くの？この後ちょっと学校まで顔を出さないとなの。それまでは。それじゃあ私は行くから。ああ、気をつけて。じゃ、行ってきます。いってらっしゃい。そんなに緊張しなくてもいいんだよ。はい、頑張ります。マキちゃんなんかは自分の家感覚でここに毎日入り浸ってるくらいだし。なんですか。ああ、そうそう。汚れたお皿、ユキ洗っていい？お皿？ああ、寿司桶ね。お姉ちゃんがお世話になっているお礼、お片付け。そうだな、じゃあお願いしようかな。うん。へえ、おっとりした雰囲気なのに結構手際はいいんだ。ユキちゃんってもしかして家事得意なの？得意というか好き。お姉ちゃんが家事全然しないから。というか二次被害三次被害が怖くて任せられないというのが正解。容姿端麗、成績優秀、スポーツ万能なのだけど。他に何かすることありますか？ああ、いやいや大丈夫だよ、ゆきちゃん。でもお姉ちゃんがお世話になってるみたいだから。ああ、でもお互い様だから。それよりゆきちゃん、アニメとかコミックが好きなんだって？うん、好き。どうぞ。すごい、まるで天国。それは大げさだよ。父さんがね、漫画とかアニメは頭を悪くするだけで何の役にも立たないから見ちゃダメって絶対許してくれないの。そう。でも本は勉強になるからってライトノベルだけは OK なの。そうなんだ。じゃあこれは読んだことある？面白かった？あまりよく覚えてない。そうなんだ。この本の作者さんのファンなの？まあそうじゃなくて、つまり作者本人なんだよね、俺。すごいお兄ちゃん本物の作家さんなの？あ、でもまあ全然売れてないからね。恋人さんなんだ。好きな本好きなだけ読んでね。全巻揃っている漫画を一巻からまとめて読むのが夢だったの。
ごゆっくり。お兄ちゃんか。ユキ、お兄ちゃんの部屋本当にすごいんだよ。宝の山なの。お兄ちゃん？お兄ちゃんって呼ばれた感想は？まあ悪くないかな。本当に借りてっていいの？お兄ちゃん。もちろん。他に欲しいものがあったらベランダの窓はいつでも開いているから好きに持ってっていいからね。そうそう、お姉ちゃんなんかもうどっちの家に住んでるのかわからないくらいなんだから。つかマキちゃんは遠慮なさすぎだよね。お姉ちゃんとお兄ちゃんって本当に仲いいんだ。そうだよ、羨ましい。ユキ、うん、に羨ましくなんかないよ。ユキはいないの？好きな男の子とか。いないよ、そんなのいるわけないよ。ふーん、怪しいな。あ、まあそうよね。ユキの場合その前に極度の人見知りをなんとかしないとだもんね。